令和6年2024年11月4日月曜日、シギレモンネットラジオ、今宵シギランラジオリということで、今宵もシギの扉へようこそ、シギレモンです。さあということで、今週もどうぞよろしく。この後はシギレモンの最新情報、シギレモン何したということで、今週のシギレモンの最新ニュース、YouTube の、ね、更新情報などもご紹介したいと思います。そしてその後は月曜日恒例の、シギレモンの70億リブの50人のファンを目指すのコーナーでございます。まあね、私もね、コアな、ね、ファン獲得のために日々活動しているんですけども、そしてその後はシラジお便りのコーナーということで、シギレモン公式 X その他 X からいただいたリプご紹介したいと思います。レモン乳酸のエンタメジャックフシスポは時間の関係でちょっと喋りすぎているんで、フジテレビの植垣アナの、ことについて喋りたかったんですけども、めちゃくちゃ今日はなんていうのかね、なんかすごくこうトークが乗っててこの今のオープニングのこの部分だけ今撮り直ししてるんで全部喋りすぎて全然乳酸のエンタメ フシスポまで言えてないけど、フシスポまで、いけなかったので、今日はね、フシラジお便りのコーナーで、終わるという感じの、30分となっておりますので、ぜひ最後までよろしく。それでは今日のオープニング中でございます。シギレモンで永遠の歌、弾き語りバージョンのライブイン大阪。この番組はシギ音楽レーベルの提供でお送りいたします。目線が母を捉え、初めて言葉を覚え、初めて斜め逆さ愛のリズムが揃う時、名もない花に出会い、何かを掴みかけて丸ごと奪い去る、あなたにこう歌が歌えるだろうか。罪なき無人の聖者が、訳あり暇の亡者に、形を灯す命のお宝を丸ごと召し上がられて、事故は彼女を刺した、成功は君を刺したが、桜が蕾に戻る頃に天使はまた舞い降りた。彼方に忘れられぬ人がいる、イマジンが聞きたくなれば英雄は君を呼ぶ。彼方に知れも何した。このコーナー、最新のシゲモンニュースを自慢にしねーちゃうというコーナーでございます。ここからはシゲモン最新情報、知れも何したのコーナーでございますが、月曜日はなぜか声が裏返るということでお送りしております。そんな感じで11月もスタートいたしまして、まあね、来年ぐらいまでの間はですね、この月曜日のみのレギュラー配信のこの、こういうシグナルラジオでになっているわけなんですけども、その他ね、コーナーも不定期配信という感じになっているんですけども、まあ、ぼちぼちとね、増やしていってる感じにはなっておりますけどもね、まあ、今週もそんな感じでね、まだまだレギュラー配信には、遠いですけども、来年に向けてね、今週も様々な配信をしていきたいなと思っておりますが、
ちょっと一つやってみようかなと思うのはですね、まあ、火曜日のラジオにしようかなというふうに思っているんですけども、まあ、ちょっと関西弁で全部話そうかなという、というのも、まあ、私が敬愛しております澤田健二師匠、ジュリ師匠のですね、まあ、70年代の、まあ、ラジオがございまして、ジュリ師匠はですね、テレビではあまりその関西弁という関西弁では喋らずに、まあ、どちらかといったら標準語に近い感じだと思うんですけど、ラジオはねバリバリの関西弁なんですよね。で、まあ、関西って言っても実はいろいろありましてですね、関西弁って言ってもまあ、その地方によって全然ね、ニュアンスが変わったりするもんなんですよ。で、まあ、例えばね、大阪でしたら大阪ですけど、ちょっと南の方に行ったりすると河内弁とかね、まあ、いろいろ結構大阪弁でもなかなかその通訳がいないと分からないような感じの、あとそのジュリー師匠の、まあ、地元ですけどね、京都とかなると、まあ、京都弁っていうか京都の言葉はどちらかというとはんなりしてるというか、うん、ちょっとお上品な感じもして、で、ジュリーの、まあ、言った関西弁というのはどちらかというとそんな京都弁の雰囲気が満載のちょっとお上品な、うん、まあ、感じだったりするんですけども、僕ラジオをやろうかなという、まあ、僕はどちらかと言ったら京都弁ではなくて、まあ、大阪弁というかね、まあ、何の話だ英語みたいに言うんじゃないよって感じネイティブみたいに言うんじゃないよって感じなんですけども、別に喋ろうと思ったらその、ジュリ師匠っぽく京都言葉っぽく、まあ、できるという、うん、まあ、感じだったりするんですけども、まあ いわゆる曲のカバーじゃなくてラジオのカバーをするというね、多分全世界ジュリー師匠の、曲をカバーする人っていうのはね、まあ、結構たくさんいらっしゃると思うんですけども、特に勝手に仕上がれとかね、時の過ぎゆくままにとかはまあ、カバーする人多いと思うんですけども、ラジオのカバーする人って多分世界で僕だけかなって、うん、感じもあってですね、ですから火曜日の、まあ、よく聞いてるんですよ師匠 そのラジオはですね。なのでその火曜日は、まあ、火曜の21時やりますから、なんかまあちょっとそういうふうにラジオ全体的にそのまあ、関西弁っぽく、お送りしようかなという、うん、思っておりましてですね、もう本当にお前とことん変わってんなと思われるかもしれないとことんストーカーだなという感じもあります。でもね、なんかねいいんですよ関西弁って、やっぱりねちょっと優しさみたいなのもあってね、関東の言葉が別にきついとは言わないんだけど、まあ、ちょっとこう滑らかじゃないですか関西 の言葉って、うん、だからその中でも京都はねもっとこう滑らかな感じですから、うん、まあ早ければ明日火曜日のラジオでまあ一回やってみようかなという、まあ遅くても来週は火曜日配信してですね、まあ、やろうかなという感じも予定しておりますので、まあちょっと火曜日はそんな感じで、まあ、かような、ね、関西弁ラジオみたいなニュアンスも考えておりますので、まあまあそんな感じで、いろんなコンテンツも増やしながら、いろんな新たなコーナーもしながらね、やっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしく。今週のラインナップに関しましては、まあできたら火曜日ラジオと、で火曜の21時佐田健に関しましては、ジュリーは何した細かすぎる、ね、火曜の小ネタ集の予定で、水曜日は、まあなんかやるでしょう18時ダバダか、まあ18時ダバダも、ラジオと並行して、ね、週2、3回ぐらいのペースでやっていきたいなと思っておりますけども、で秀木21時西条秀樹に関しましては、細かすぎる西条秀樹ピックアップの、予定となっております。本当に、お便りコーナーもね、動画伸びておりまして、やっぱり初見のコーナーしばらくお休みで、ネットテレビからネットラジオの、まあ、形式をメインに、まあ、変えさせてもらったわけなんですけども、やっぱりちょっとね、再生回数は一旦落ちたんですけども、また上がってきましたね。ようやくその、まあ、僕のスタイルっていう感じのことをね、少しずつ皆さんも、こうね、感じ取っていただけてるのかなという、僕の場合は本当にテレビ、ネットテレビではなくネット、まあ、ラジオ形式、音声形式の、まあ、芸人なんで、ジュリー師匠のモノマネ芸人なわけなので、まあ、そっちがメインなので、まあ、とはいえ、まあ、ネットテレビというかね、初見のコーナーももちろん、年内になんとかね1本ぐらいは配信したいなと思っておりますのでね。で、まあその他は、レディオバーですね。今日の深夜はね、まあ金曜日でしたっけね、言ったと思うんですけど、まあ、佐野元春さんの特集ということでね、まあ、前からやってみたかったんでね、ぜひ、聞いていただけたらなと思うんですけどもね。来週に関しましてはまだ予定していないんですけども、まあジュリー&秀樹さんの、
ね、コーナーか、もしくは、まあ、言ったようにチャギ&アスカさんのね、まあ、特集かという感じに予定しております。そして1年前のシレモンコンテンツ再配信プレイバックシギレモン、1年前のシギレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の小指シギレモンラジオでのプレイバックはシギテレビジョンにて、その他フライデー、レディオバーもですね10時台のプレイバックで配信しておりますので、ぜひ、チェックしてみてください。そんな感じのね、まあ、1週間の、予定となります。その他、まあ、私の、沢田健さんの師匠のカバーの切り抜き、大体ね、8時32分、このラジオが終わる頃に、あの、切り抜き配信しておりますので、よろしければね、チェックしてみてください。そして、秀樹さんの切り抜きね、私のカバーは、まあ、今のところ週1ぐらいで、やっていこうかなという感じでございますので、そうですね、今日、月曜日の、まあ、9時ぐらい、9時半ぐらいの予定ですかね。火曜日、明日になるかもしれませんけども、まあ月曜日かな、の予定ですけどね、水曜日かな。もう、思いついたこと喋るんじゃないよっていう感じもしますけども。で、あとはまあ、佐田健さんのニュースチャンネル。まあ今週はニュースに関しましては2本ぐらい上げる予定ですね。あの、まあ、ジュリ師匠の、2024年のライブ締めも迫っておりますし、あとまあ来年の、ライブのね、チケット一般発売がね、そろそろスタートするという感じで。でまあ、ダバダもさっき言いましたけど、まあ、週に3本、今週ね、アップ、配信予定と、まあ、アナザー、私のね、もう一つの X、アナザー X、すみませんね、あの、いくつも X 作っちゃってね、フォローしていただいてる方には、本当にいろいろ3つも4つも、1つにまとめろよって感じにね、突っ込まれるかもしれませんけども、あの、まあ、シギレモンの公式というのは、僕ずっと言っておりますけども、先ほども言ったように、私はそのジャンルが沢田研二であって、沢田研二さんのモノマネ芸人が私の本職でございますので、自分のその公式っていうのがないんですよ。自分の公式といえば沢田研二さんのニュースとか沢田研二さんのコンテンツなので、それがもうメインなわけであって、でだから あまりそのパーソナルなこととか、あジュリー以外の師匠以外のなんか ネタをこう話したくないというか、公式に関してはその、まあ、思いもありましてですね、まあ全部今までは不思議でもトーク、という、まあ、ちょっとこうね、もう一つ、作ってたやつをですね、もう思い切ってそっちを、まあ、このラジオの更新とかその他カバーとかの更新とかいろいろ、普通一般のミュージシャンはそっちがメインだと思うんですよね。皆さんやって、まあ、僕もミュージシャンの知り合いとか多いと思う、多いんですけど、まあ、いった自分のパーソナルのことを話すのが公式のチャンネルでね、皆さんこう情報発信するわけじゃないですか。でちっとも誰にも相手されずに終わっていくっていうね。いやそうなんですよ、実際僕の知り合いのミュージシャンとかね、だんだんこう相手しなかったら向こうからこう営業の電話とか連絡が来るというね、どう次のライブとか、どう新しい音源出たんだけどと、買わないみたいな、買わねえよってなんで買わなきゃいけねえんだって、まあそんな感じで、まあ向こうから営業してくるわけなんですけども、大体こう皆さんそれで終わっていくって、まあなんか僕の場合逆なんですよね。僕の公式は沢田研さんであって、アナザーの、まあ言ったらプラスアルファの方が自分の、まあ言ったらパーソナルなものとか、思ったこととか、まあそういうのをまあ語るというね、感じで。で、まあだから、まあ僕のその YouTube のチャンネル登録者数は、まあ非常に多いわけじゃないですか。自慢して、いや実際もでもそれは僕がちゃんときっちりとそのわきまえてるから、うん、その自分の言ったらパーソナルのものを売りにしていないというか、あくまでもずっと言ってるように佐田健さんのまあ言ったらモノマネ芸人でございますから、中心中核はジュリー師匠でございますね。うん、だから自分のパーソナルに関しましてはだから、もうまあ脇というかね、脇という言い方したらあれだけど。でも自分はその70億人分のこの後やりますけど、世界70億人分の50人でいいので、僕個人のファンに関しましてはね、うん、だからまあ、チャンネル登録者数がまあ1000人とね、まあ、2000人にまあ向かっていきますけども、まあその中のまあほんの50人だけその、登録していただけたらですね、僕のファンに関してはそれでもう万々歳の人生でございますので、ね、まあ、そんな感じで、まあ、やっていきたいなとは思うんですけど、まあそんな感じ、何の話だったかさっぱりわからなくなって喋りながら忘れていくというね、感じもいたしますが、まあだからそのメインは、ジュリー師匠という感じで、今週もねやっていきたいと思いますので、この後は70億人もの50人のファンのコーナーに続きます。
そうなこの想い君に届けと、あなたの言葉より熱い願いが、お送りしたのはシグリモンで熱帯ライブ大阪でした。シグリモンの70億人分の50人のファンを目指すのコーナーでございます。この頃は私ミュージシャンのシグリモンは澤田健さんや西城秀樹さんのように何万人のファンを目指すのもいいわけなんですけども、まああの世界70億人分70億人いるそうなので、その中が50人寄ってらっしゃいという活動をパーソナルね、な、まあ、シグリモン、アナザー X でね中心にやっております。このラジオもそうなんですけども、まあそのまあ言ったらそういう感じの活動もしているという感じですごいですね。さっきも言いました、散々話しましたけども、それがメインじゃないっていうのが一般のだからミュージシャンとか、まあなんかミュージシャン知り合い多いですけども、いませんからね。だから異端児ですよ自分で言うなって感じなんで、プロの方でもいないでしょ。みんな自分のパーソナルというかものをメインにしてるわけですからね。うん、まあだから そこがもう全く僕はミュージシャンの中でも違う人種だと自分で思っていますけども、まあ、ですので、まあ、さっきも言いましたけども YouTube の登録者数がずっと伸び続けておりますからその言い方やめろって、いや、いやめろ、いや本当に下がったことないもんだって。うん、なんかよく伸び悩んでますとかね、なんかミュージシャンの指令とかいろいろ、まあ、YouTube の登録者 自身がね、あのいろんなチャンネルとか、まあ、ミュージシャン以外のねチャンネルで、まあ、そのなんか YouTube の攻略みたいな、あの YouTube 教室じゃないけども、そういうのもあのきっちり僕、まあ、チェックしながらやってるんですけど、こう登録者が伸び悩んでますみたいな、なんかそのね、まあ、そういう質問にプロのそのアドバイザーが答えるみたいな YouTube があったりするんですよ。でもまあだからさっきも言ったけど、そういうの悩んだことないからね、ずっと伸び、もちろんねそのブワーって登録者が上がるっていうのは、まあ、たまにありますけども、でも考えたらずっと伸び続けているんですよね。大きく減るとか下降線とかないから、ずっと上がり続けてるから、もうもちろんね僕の力じゃなくて、それはもうジュリー師匠と、そしてまあ去年からね、秀樹兄貴も力ね、お借りして、このまあ YouTube に関してはやっておりますけども、まあでも、まあさっき言ったみたいに、僕のこう、まあ言ったら、パーソナルではないからね、それは伸びるよね、普通に考えたら。うん。だってもうなんか伸び続けている、伸びしろしかないお二人だったりしますからね。うん。まあ僕個人としてはさっきも言ったように、伸びしろとか云々よりも、この50人だけね、来てくれたらいいということですから、まあ、まあどう、もうまあ変な話に何もせんと待ちゃいいって思ってるしね。うん、だからまあそのジュリー師匠をメインでやっておりますけども、その端っこぐらいにこう
へばりついていてね、まあ、あの70組の50人の方ファンの方は見つけてくださいねっていうスタンスでいいと思います。ただ、まあ、ずっと言っておりますように、まあ、有名にはなろうと、ある程度、ね、見えやすい位置には行こうというのが、ずっと、そのスタンスなの でさっきも言いましたようにチャンネル登録者数はずっと伸び続けておりますので、まあね、今のスタンスで、まあ、あのカバーチャンネルだけですね、しっかりと自分 それは、まあ、パーソナルな方になると思います。でもパーソナルな方とジュリー師匠 その、まあ、お力というかね、その、まあ、言ったらなんかその間ぐらいのスタンス、まあ、あの18時でダバダもそうなんですけども、カバーもそうじゃないですか。だからあのすごい再生回数なんですよその言い方はやめろって感じなんですけど、あのだって再生回数400とかね、まあ、ショートですけど、まあ、短いんでね、まあ、非常に伸びやすい、コンテンツではあるんだけども、まあ、すごくこうあのやっぱり見られるか、まあ、再生回数の高さではあるので、うん、まあ、やっぱりずっと続けて、ね、ある種、まあ、僕の、まあ、かなりメインの活動でもございますので、ほぼ毎日やっておりますのでね、8時32分このラジオ終わった後にですね、カバー聞いていただけ、もう30秒ぐらいで終わります。どんなかなみたいな、そんな感じで、まあそんな感じでね、70億人もの50人目指して、今日も明日も頑張っておりますので、まあそれをね、ピンと来たら、まあ50人に入ってなくてもいいですから、なんかあの70億人もの278ぐらいでいいように、まあ、感じ取っていただいたらですね、まあちょっと、まあ、たまに見ていただける程度でも、結構なでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。CM の後は、しらじお便りのコーナー。フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。フシネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。フシラジオ便りのコーナー、ここからはフシギレモン公式 X、 その他アナザー X、 その他ひでもく公式 X からいただいたリプご紹介いたしますコーナーでございますが、まずは、桃太郎さん&ローラさん、いつもありがとうございます。アナザー X の方フォローしていただいて、ありがとうございます。もうあちこち、ね、X 作りすぎな私でございますけども、まあ、こちらの、X もですね登録していただいて、非常にねうちも吠えておりますけども、おいらもって言っていますけどね、ありがとうございます。まだ桃太郎さん、いつもありがとうございます。ギター弾き語りバージョンの熱帯夜初めて聞いたかも、ライブよりぐっと落ち着いて、で、聞きやすかったわということでね、ありがとうございます。まあ、2023年のですね、テイク1の、テイク1の、バージョンだとラジオでね、流しましたけども、テイク2も流したかな。またね、ミュージック、公式 YouTube チャンネルの方でね、まだ聞けますので、よろしければそちらもチェックしてください。そして桃太郎さん、引き続き、まあ、最近すっかりチャゲ&アスカの世界観に触れているというか、まあ、サブスク解禁になったわけじゃないですか。でも公式 YouTube、 お二人チャゲ&アスカさんのね公式 YouTube でわざわざサブスクに入らなくても全曲聴けるんですよ。言ったらその
何その全曲いやだからすごい全曲聴けるじゃんと思って、まああの解禁のなってね、なんかあの何だったっけな、そのリリースっていうところかな、リリースっていうところの公式 YouTube 欄見たら、リリースって言ったらあの普通さ、あの佐野さんとか佐野元春さんとかだったらあの有料じゃないと聞けなかったりするんですよ、あの YouTube プレミアムとかじゃ なきゃ聞けないんですけど、チャギ&アスカの2人のやつは全部聞けるんですよ、無料で。うん、まあ、広告がすごくつきますけどね、でもそれぐらいまあね、あれですからね、あのあ全部聞けるじゃんと思って、でまあいろいろ聞いたりしてるんですけども、イメージ90年代じゃないですか、チャギ&アスカさんって。でも80年代すごくいい歌多いんですよ、多いんですよね。で、まあ、その心のボールという歌をね、聞いたらすごくいい歌で、で、それについて桃太郎さん、あ、それがね、アナザー X で リップをしたんですよ。じゃあ、桃太郎さんが、お二人の歌声いつ聴いても素敵だわということで、本当そうですよね。佐野元春さんの次はチャギアスかな、佐野さん聴いたらぜひ杉真理さんでいいんですかね、さんも聴いてほしいというふうにね、リップいただいて、杉真理さんってナイアガラトライアングルの方です大竹英二さんと佐野さんと杉真理さん、名前は知ってるんですけど全然知らないんですよね。ぜひ聴いてみたいなと思います。いつもありがとうございます。そして、ローラさん、いつもありがとうございます。ひでもくの、ね、公式 X からリプいただいておりますが、レモンちゃん大きな声では言えませんが、ダパンプから秀樹さんにお引越しした私ですということで、これはもともとダパンプのファンだったということなんですかね。すごいですね、ダパンプから秀樹さんに引っ越しをするということで、もみじさんの貴重な情報で、あの前回のひでもくね、もうもみじさん質問アワーみたいな感じになりましたけども、 USA と YMCA のご縁を改めて実感しました。しかもダバンプの曲を、手掛けている MCAT は秀樹さんにもラブトーチャーという楽曲提供しております、していますもろダバンプの匂いがするヒップホップソングということで、いやでもすごいですね、ダバンプのファンだったローラさんが秀樹さんにのね、ファンに変わるというのはこれもすごいですよ。どういうね経緯でね、次変わったっていうか、なんか全然こう雰囲気違うじゃないですか、 USA ダパンプね、あでもまあカバーっていう感じではね似てるそのカバーっていう感じで似てるっていうかそれはスタンスだけの話なんですけどもね。いやいやでもね、秀樹さん喜んでますよね、ダパンプの方々は喜んでないと思いますけども、いつも、ね、リプいただきましてありがとうございます。以上、しらじお便りのコーナーでした。ということで、お送りしました。しぎれもんネットラジオ、こよいしぎなラジオでということで、今日はレモンニュースエンタメチェック、しつこまでね、いきませんでしたけど、また今週ね、まあ、早ければ明日、また明日以降にもですね、ラジオは配信しようと思っておりますので、まあ、それで喋りたいなと思っておりますので、どうぞよろしく。ということで、しぎれもんでした。また次回お会いしましょう。僕が笑っていて、では優しく包まれるだろう。では優しく